理想はもうめちゃめちゃ高いというか、まだいろんなことできなきゃいけないと思いますし、自分の中でこうやってるつもりとかそういう風にならないように常にまだまだと思ってプレーすることが大事かなと思います。見てる時もすごいと思ったんですけど、もうやったら凄さがより分かるっていうか、誰がシュートブロックしたんだろうと思ったら大体なんか健太郎さんだし、目指すのもそうですし、まあ越さなきゃいけないと思ってるんで、なんか試合をやりながらなんか改善していこうみたいな感じですごい僕に声かけてくれてたんで、そのコミュニケーション取って、いいその関係性を作れてたかなと思って、あとはシンプルに体重も強いし体張る最後のところってやっぱりかなり防いで、もう本当に欠かせないザ・センターバックっていい選手だなと思います。まずは統率力、やっぱキーパーだけじゃ言えない部分あるんで、そういうところは非常に助かった。単純にシュートを打たせないっていうところはすごい助けられてるかなと思います。シュートブロックだったりスライディングで止めるとか、そういうのはすごい技術が高いなって、僕から見てもそう思います。もう横にいる時の安心感だったりとか、チームの締める時の声、まあ、もちろんコーチングする声もそうなんですけど、そういうのを含めて本当に頼れる存在というか、学べるところしかないの で僕が欲しいところを全部持ってる人なんで、そういう部分はすごい練習の中でも試合の中でも見ながら学んでいきたいなと思ってます。サッカーなんでうまくいかない時もあるけど、そういう時にどれだけ後ろが耐えられるかっていうところで長いリーグ戦大事になってくるから、流れが悪いとかうまく結果が出ないっていう時でもやり続けなきゃいけない大切さとか、まあ流れを変えるために今こういうことが必要とかっていうのを試合中にでもこう伝えていくことができれば、チームとしてそういうことができれば、まあ、もっともっと強いチームになれるんじゃないかなと思います。